住所って普段から書く機会の多いものですよね。インターネットの普及で書く機会は減ったものの、全く書いたことがないという人はいないのではないでしょうか。その住所、一番書くのが楽な市町村はどこでしょうか。それは画数の少ない市町村だ。そう考えたおもちりは、日本の自治体名の画数を調べランキングにしました。